はい、皆さんこんにちは。サッカーライターの川端明彦と申します。今日はいよいよ明日15日に迫りました J ユースカップ第23回 J リーグユース選手権大会について話していきたいと思います。決勝に残っているのはこちらの2チーム、名古屋グランパス U18 と浦和レッズユースということになりました。ファイナルに進出した両チームの準決勝は対照的な試合となった。名古屋グランパス U18 は FC 東京 U18 と対戦。壮絶な点の取り合いになった試合は延長戦でも決着がつかず、3対3のまま PK 戦に突入。その後名古屋は FC 東京の PK を2本連続で止めたゴールキーパー加藤の活躍で PK 戦を4対2で制し、4年ぶりに決勝進出を決めた。一方、大分トリニータ U18 と対戦した浦和レッズユースは前半に1点、後半に1点を決め、守っては大分を完封。2対0でチームとして初の J ユースカップ決勝に駒を進めた。決勝にはこの2チームが残ったわけですが、正直に言いまして、今年のシーズンこの名古屋にしても浦和にしてもあまりいい成績を収められてなかったんですね。名古屋は、リーグ戦高円宮杯プレミアリーグという、全国リーグのようなリーグがあるんですけども、これで、降格の危機にあるぐらいでして、浦和レッズユースは、プリンスリーグという、関東のブロックリーグですね、ブロックリーグでやはりちょっと低迷していた、苦しんだシーズンを受けてのこの J ユースカップでした。そんな2チームなんですが、まず名古屋の特徴を見ていこうと思います。名古屋、先ほどリーグ戦低迷という話もしましたけど、低迷しちゃった最大の理由はやっぱりこの守備が弱み、ちょっと守備が弱くて、失点がとにかく多かったんですね。でそういう部分を、シーズン通して、改善に努めてきたというところがすごく大きくて、1個ポイントになったのはこの8番の池庭くん、本来ボランチの選手なんですけど、彼をセンターバックにコンバートしました。ただやっぱりその本質的にはこのチームやっぱ攻撃のチームです。でやっぱ攻撃を彩る選手たち、非常に多彩なタレントがいます。一人注目は左サイドバックなんですけど、福井選手、珍しい名字のこの選手、非常にパワフルで、左足のキック、強烈なものを持ってます。でこの川崎選手なんかが、チームをコントロールする役目を担っていて、でこの北野くんが、どんどん裏に飛び出していくっていうチームなんですが、なんといっても中心はこの森光太選手であります。みんな勝ちたいって気持ちも強いし、チームの雰囲気もいいんで、決勝ではそういう雰囲気を出して臨みたいと思います。自分たちの速いショートカウンターが得意なんで、いい形で奪って中央だったりサイドだったり、カウンターで決めればいいかなと思います。スタッフ、サポーターも一緒に戦って、長居で優勝カップを掲げたいと思います。森くんなんですけど、顔はちょっと、長井健介に似てるかなというタイプですけど、長井くんみたいにこうどんどん後ろに出ていくスピードで勝負するっていうタイプではなくて、もうちょっと、中盤に落ちてきたり左サイドに流れたりとか、そういう幅広い動きの中でチャンスに絡んでいくっていう、そういう選手ですね。続いて浦和なんですけども、やっぱりこちらは5試合でわずか1失点で非常に守備が堅いチームです。で、大きなポイントは前線だと思うんですね。この新井君と草戸君、どっちもめちゃくちゃ走ります。というのも、この2人には、お前ら最後まで持たなくていいから、とにかく走れと、交代選手いるんだから走りきれという指示をこのちょっと厳しい大槻監督から受けて、ひたすら走ると。でこのひたすら走るスートップに連動する形で後ろの選手たちが守るというのが非常に、機能しています。さらにこの36番の橋岡君と4番の小木曽君、36番という番号から分かるように橋岡君は1年生ですね。ただ1年生なんですけど、中3の時から試合に出続けているので、全然1年生っぽくないです。彼が、ガンガンアゲンシブにこう相手のフォワードを潰しに行く。一方、小木曽君、非常にスピードもある選手なんですけども、この橋岡君の後ろをしっかりカバーリングして、チームとして機能させています。ここまで勝ち上がってきて嬉しいっていうのと、決勝まで来たら優勝したいんで、めっちゃ勝ちたいです。セットプレーは自分たちでっかい選手がいっぱいいるんで、チャンスになるっていう話です。
試合前にもコーナーキックとかトップレどんどん取っていこうって話してるんで、トップレどんどん狙っていって決勝も何も変わらずに、みんな列のスタイル貫いて勝って、やっぱ後ろ無失点で個人的にも点取れればいいかなと思って。小木曽くんは、184センチと非常に高さがあるんですけれども、一方で足も速いと、で結構珍しいタイプの選手ですね。ということで決勝になってくると、名古屋の攻撃を浦和がどう防ぐかっていうのが大きなポイントになるかなと思います。特に、ポイントになるのはこの名古屋の左サイド、非常に強力です。ここを浦和の右サイドどう迎え撃つかというところになるかなと。この1番の関君、2年生の選手ですけど、非常にポテンシャルが高い、大槻監督も評価する選手です。彼なんかが、実は決勝戦大きなキーマンになるかなと思います。そんな J ユースカップ A リーグユース選手権大会決勝は、明日、11月15日日曜日、午前11時からヤンマースタジアム長居にてキックオフとなります。現地に行かれるもよし、スカッパーで見るもよし、ぜひ皆さんこの対決を見ていただければなと思います。どうかよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。